第二の創業とも呼ばれる事業転換を行ったトップが一線から退きます。富士フ,フィルムホールディングスは、およそ20年にわたって経営の指揮を取った小森重高会長兼 CEO が6月に退任し、最高顧問に就く人事を発表しました。小森氏は2000年に社長に就任し、写真フィルムの需要が落ち込む中で、 医療分野に本格参入するなど経営の多角化を進めました社長兼 CEO には後藤取締役が昇格し助の社長は会長に就任します今私自身がやるべきことはほぼ成し遂げたと考えておりますまさに更新に託す適切な時期が来たと判断いたしました